ジョゼフ・アンソニー・マスグローブは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ郡、エルカホン出身のプロ野球選手。右投右打ち。MLB のサンディエゴパドレス所属。愛称はムース。少年時代は、サンディエゴパドレスファンとして育った。グロスモント高等学校時代は、同級生に、プロ入り後も、再び同僚となるスティーブン・ブロートがいた。2011年の MLB ドラフト1巡目追捕で、トロントブルージェイズから指名され、プロ入り。契約後、傘下のアパラチアンリーグのルーキー級ブルーフィールドブルージェイズで、プロデビュー。ルーキー級、ガルフコーストリーグブルージェイズでもプレーし、2球団合計で9試合に登板して1勝1敗、防御率 4.01、18奪三振を記録した。2012年は、開幕から、ルーキー級ブルーフィールドでプレーした。2012年7月20日に、計10人が絡む大型トレードで、ヒューストンアストロズへ移籍した。移籍後は、傘下のアパラチアンリーグのルーキー級、グリーンビルアストロズへ配属され、移籍前を含めて2球団合計で6試合に、登板して0勝1敗、防御率 4.24、19奪三振を記録した。2013年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグアストロズでプレーし、11試合に登板して1勝3敗、防御率 4.41、30奪三振を記録した。2014年は A- 級トリシティバレーキャッツでプレーし、15試合に登板して7勝1敗、防御率 2.81、67奪三振を記録した。2015年には A 級クアッドシティーズリバーバンディッツ、A 級ランカスタージェットホークス、A 級コーパスクリスティフックスでプレーし、3球団合計で19試合に登板して12勝1敗、1セーブ、防御率 1.88、99奪三振を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2016年は AA 級コーパスクリスティで開幕を迎え、5月にはAAA級フレズノグリズリーズへ昇格した。また、7月には、オールスターフューチャーズゲームに選出されている。8月1日に、メジャー初昇格を果たし、翌2日のブルージェイズ戦で、メジャーデビュー。この年メジャーでは11試合に登板して4勝4敗、防御率 4.06、55奪三振を記録した。ヒューストンアストロズ時代2017年は38試合に、登板して7勝8敗2セーブを記録したが、防御率は 4.77 と、前年からやや悪化した。2018年1月13日に、ゲリット・コールとのトレードで、マイケル・フェリス、コリン・モラン、ジェイソン・マーティンと共にピッツバーグ・パイレーツへ移籍した。その日の夜に、アストロズ球団とファンに向けた感謝のメッセージを手書きの手紙に綴ったものを、自身のツイッターへ投稿して、話題となり、他の投稿と比べても多い1万以上のいいねがついた。2019年6月10日のアトランタブレーブス戦で、1回にブレーブスのジョシュ・ドナルドソンに四球を与え、これに対してドナルドソンが激高し、止めに入ったエリアス・ディアスを突き飛ばしたことから両チームから選手が出て、乱闘となり、ドナルドソンと共に退場処分を受けた。2021年1月19日に、パイレーツとパドレス、ニューヨークメッツの3チーム間でトレードが行われ、パドレスがパイレーツからマスグローブを、メッツがパドレスからジョーイル・ケイシーを、パイレーツがパドレスからハドソン・ヘッド、オマー・クルーズ、デビッド・ベッドナー、ドレーク・フェローズ、メッツからエンディ・ロドリゲスをそれぞれ獲得した。シーズン開幕後、4月9日のテキサス・レンジャーズ戦で、パドレスの球団史上初となる。ノーヒットノーランを達成した。3クォーターから最速球速 96.1 マイルパーワー、平均92マイルパーワーのフォーシームと平均82マイルパーワーの横に大きく曲がるスライダーの2球種を主に使用し、その他に平均79マイルパーワーのカーブ、平均90マイルパーワーのシンカー、平均82マイルパーワーのチェンジアップを使用する。ありがとうございます。